みなさん、こんにちは。ソリーちゃんのしほと、リミピンです。初めてですね、リミピン。初めてですね、リミペンのすけ。リミペンのすけ。ペンのすけ。というわけで、今回はですね、第4回目のテレパシーチャレンジでやっていきたいと思います。でね、今回は何のテレパシーかというと、テレパシータピオカチャレンジをやっていきます。大ブームのタピオカで、はい、やりましょう。はい、はい、というわけでね、こちらは何を選ぶかというと、1つ目にボトルを選んで、2つ目にタピオカの種類を選んで、3つ目にジュース飲み物を選んで、4つ目になんか飾りっていうの、トッピングを選んで、5つ目にストローを選ぶって感じです。ストローはね、色なの、色だけどね、色なんですけど、3色から選ぶ。これなんかさ、パリピが持ってるなんかこういうやつみたいじゃない？あ、ペンライト。そうそうそう。はい、じゃあ、OK ですか？はい。じゃあこれでやっていきましょう。はい。で、最初に言っとくけど、今回はテレパシーチャレンジなので、自分の好きなものじゃなくて、自分の好きなものを選ぶ。相手と同じものを作りたいって気持ちでやってくださいね。はい、自分の好きなものを選びます。はい、でも、リミだから私、じゃどんな当てちゃっていいですか？じゃあ、リミちゃんはもうしょうがないから、自分の好き、マイペースなので、好きなもので、しほちゃん頑張って合わせに行ってください、お姉さんなんで。ちょっとさ、詐欺と思われるぐらい当てに行っていいですか？いいですよ。本当に、まあ、姉妹なのでね、あの多少やっぱ分かるところもあるから。分かるところもあれば分かんないところもある。姉妹ですか？姉妹ですよ。あれ、姉妹じゃなかった？姉妹じゃないの？他人リミ、あれ、リミなんだっけ、リミペンの助。そう、リミペン、リミペン。あ、じゃあ志保ペンの助。だって姉妹だから同じ名前じゃない。はい、というわけで最初はね、ボトルを選んでいきたいと思います。はい、待って、まだ決めれない。テレパシー送って。分かった。送ってるみたいに、テレパシー。なんかね、私タピオカといえばこれなのよ。でもリミが好きなの、これかな。分かんない、どうかな。これにします。音がするから、もう持ち上げない方がいいかな。私これにします。これリミに合わせたの？リミに合わせたの？リミはこれだと思う。本当？ダメ！リミはこれだもん。じゃあそれ以外、じゃあ回収するので、ボシュン。目つぶってください。ブーン。真っ暗よ、真っ暗暗。はいはい、じゃあ次にタピオカ。はい、というわけで次はね、タピオカを選んでいきたいと思います。リミ、こちらは絶対当てるぞ。で、ボトルはすごい簡単。こっち。はい、私はこっち。あ、じゃあ、四方はこっち。はい。これは二択なのでね。簡単です。すごい重い。重い？はい、じゃあ、入れよう。入れていいの？音がするから、耳下げて。やばい、もう忘れた。使ってるストロー使ってるし、しかも。しほさん、暴走しないで。しほ暴走って書くよ。やだ。しほちゃん、なんかもぐもぐ食べてるけど、二人とも。ちょっと。はい、じゃあ次行きまーす。はい。はい、というわけで次はね、ジュースを選んでいきたいと思います。はい、ジュースというか飲み物、ドリンク、ドリンク。じゃあ指さしましょう。ね、ドリンクってどういう発音なんだろう。ドリンクか、ドリンク。ドリンク。はい、じゃあ指さすよ。テレパシー送って。指さすよ、せーので。そう、体乗ってる。でんでんでん。はい、決まりましたね。でんでんでん。はい、じゃあ注ぎまーす。はい、閉めなければ。やばい、これ音なんです。音でバレた？
え、どのぐらい？後でバレそう。いっぱい、あーでもちょっとトッピングがあるから少しだけ、少しだけ残す。リミちゃんはもうちょっとかな。しおちゃんそれくらいでいいかな。リミは8分目まで。やばい、タピオカ入れすぎた。うん、まあいいじゃん。このぐらい？そうだね、それぐらいしとく。まあ後で足りなかったら後から足してもいいけどさ。ちょっと、あともうちょっと。ちょっと入れる？うん。どう？うん。よいしょ、オッケー。オッケー。字が隠れるまで。バレた。バレたじゃない。もうダメだ。オッケー？いいんじゃない？はい。じゃあ次行きましょう。うん。はい、というわけで次はね、トッピングを選んでいきたいと思います。はい。はい。リミね、3種類あるので、リミね、これとね、これね、あのね、これとこれがね、同じなの。そうなの？なんとかなんとか、なんとかなんとかが、なんとかなんかなんとかが、なんとかなんとかが、やばい、やばい、なんとかなんとかが同じなの？あー、だから、似合わないと思う。ちなみに、生クリームか、練乳か、フルーツです。ねえ、生めっちゃやばい、ねえ、どっちにしよう、こっちか、こっち。いやー、ママに聞かれても、しーちゃんとテレパシー送り合って、うん、姉妹でテレパシー送り合ってください。どうかな。え、私ね、これにはこれがと思ったんだけどね、うん、どうだ、これがね、うん、これがね、食べたい、うん、リミが合わせに行くから、リミが合わせに行ってくれると信じてこれを選びました、はい、じゃあ行きます。指さすだよ、せーの。はい、じゃあそれを入れてください。はい、これどうやって入れるかな。いや、いい？いいよ、いけってください。今処理するので、まだ修復可能なので、ま、目をつぶって。つぶった、ちょっと、急いで。ごめん、いいよ、しょうがない、しょうがない、大丈夫、私の強さすごいかもしれないから。そうそうそう、ちょっとすいません、大ハプニングが起きてしまいました。今修復してます。はい、オッケー。オッケー、いい、いいよ。しほちゃん、お待たせしました。このまま入れるとこ、すいません、お待たせして。はい、大ハプニングです。しょうちゃん、いい感じ？うん、いい感じ、はい、じゃあ次、りみちゃん、トッピングだけお願いします。これ、むずい。これ、これさ、ちょっとりみ危ないから、ママ押さえるね、うん、はい、 OK ですか？二人とも OK。 はい、じゃあ次行きます。はい、というわけで次、アストラを食べたい。そんなこと食べるの？大丈夫？お腹すきまくってんの？はい、ストローを選びたいと思います。はい、赤かピンクか青。うん、青じゃない、水色。水色、はい、お願いします。しーちゃん、合わせてお願いね。どれが一番映えるか。いい、刺して。いいよ、もう選んだね。あ、やばい、つぶれ。でもリミに合わせなきゃいけない。選びました。あ、いいんじゃん、ちょうどよかった。生OK ですか？はい、はい、完璧ですよ、タピオカしか見えない。じゃあ、しーちゃんの方も切る。2人ともいい感じですか、出来栄えは。はい、はい、はい、じゃあリミもちょっと商品。あ、リミじゃん、商品。リミはもう十分こっちだね。いい？取るよ、いきます。いい？つけすぎ、つけすぎ。まあ、いいや、いい。はい、3、2、1、どうかな？ストロー合ってるよ。なえ、これ何クリーム？じゃあまず容器はブブーで、タピオカはピンポン。あ、ちなみにタピオカはタピオカと、あのポイフルとか粒グミとかを合わせたグミ風のタピオカにしてます。説明してなかったね。うん、リミちゃん、じゃあ、行きた
だよ。はい、で、タピオカ OK、うん、で、三ツ矢サイダーも OK、うん、で、トッピングも OK、 生クリーム、で、ストローも OK、 容器以外は全部 OK でした。すごい。容器もね、最初しーちゃん一時期これかなって最初したよね。でもタピオカ出たらこっちだよね。タピオカじゃないよ。はい、じゃあせっかくできたのでちょっと飲んでみようか。うん、いただきます。飲めるかな。いい、じゃあ乾杯して。乾杯。はい、どうかな。うん、タピオカ出てきた。おいしい。おいしい。私炭酸あんま苦手なんだけど、うん、生クリームでね、甘くしてくれてる。グッド。グッド。ママとしてはね、うん、三ツ矢サイダーをもし選んだ人がいたら、うん、生クリームと練乳が合わないかなと思って3個目はフルーツにしたんだけど、うんうん、ママと2人とも三ツ矢サイダーに生クリームをのせるというちょっとびっくりな組み合わせでした。いちごミルクとかだったらさ、紅茶とかだったらなんか生クリームとかさ、練乳とか合うかなと思ったんだけど。ミルクティー。え？ミルクティー。ミルクティー。ミルクティー。はーい。どうでしたか？今回。大丈夫？ちょっと喉に詰まらせないようにしてくださいよ。大丈夫？うわぁ。さっき。はい、というわけで今回は4回目のタピオカ4を選びました。なんで4？ グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。グッドボタンとチャンネル登録。バイバーイ。大丈夫、リミさん。いい組み合わせです。同じじゃないから。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。両方グッドボタンじゃない？それ。でも、これを裏返したら、ね、やめてやめてやめて、もう本当に放送事故になっちゃうよ。もう大丈夫。グミ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 ペア、サンジーだおやつだ。